出川君もね、上島君もしばらく、はい、今ちょうどあの向こう側をやらせてたんですけど、ね、素晴らしいリアクションでした。さすがレジェンド、素晴らしい。でね、最後はやっぱりあのどうだろう、あの浜ちゃんでバシッと決めてもらおう。いやいやいや、ちょっと待って、無理無理無理、何が嫌なの？向こうは。こう。あなたも向こうが、あなたの向こうは。いや、ほんまに嫌、ほんまに嫌、ほんまに嫌。私は去年嫌だって言ったら、あんた何した私に。え？え？私が嫌だから、絶対嫌だからって言ったら、私だってもう小次ながら無理にやらせたんでしょ。あんたもやってみなさいよ。これほんまに、みんなこれほんまに嫌なんですよ、僕。ほんまに嫌なんですよ。あなたのリアクションを絶対見たいんだよ。俺らがこんだけやったんだから。どんな感じですか？もうさっきの感じですか？普通のやつです。普通のやつ。普通のやつ。これはごくごく普通の箱の中身は何でしょう？会長がやるべきじゃないんですか？私は2年連続やりました。ここは浜田さんで、絶対嫌よ。決めていただきたい。これ何？急に落ちていた。分かったでしょう。本当に私が嫌だったってこと。消えるからな。分かるでしょう。はい、オープン。本当にここ何、ここのスタッフってバカだよ。浜田さんも、浜田さんですよ。よくこんなオファーこんなのできると思って。うわ、めっちゃ怖いねんけども。めっちゃ怖いねんけど。いや、もう俺指出されへんわ。怖い、めっちゃ怖い。誰今の？生きてるやん。動いてるよ。さっきヘビ生きてましたよ。そうですよ。いや、生き物はダメですって。何が？強烈ですよ。怖い。指出して。指出して大丈夫ですか？指出して。でかいな、結構。でかいの？結構でかいですね。どう？もうちょっと下で固まってるんで。いや、怖い。いいリアクションだね。めっちゃ動いてるね。動いちゃってるんでしょ。いいリアクション。すげー、重くに来ますね。いや、これあかんって、マジで。すごい。今のは素晴らしいリアクションでしたよ。リアクションじゃなしよ、ほんまに怖いんですって。でもまあ、今はおとなしくなってますよ。いや、もうなんなん、ほんまに怖いんやけど。指その指噛んでくるとかないよな。そんなことはない。なんなん。動いてる。喉痛いっしょ、俺。生きてるの分かるけど、なんか攻撃してくれやん。ちょっと、なんなんこれ。押さえつけたら、おとなしくなりますよ。でも、噛まれたら。あー、怖い。何、どうした。なんなん、いちいち。なんなん、これ。痛い。はい、噛んできた、うん、こいつ誰やこれ。かわいそう。浜ちゃん、やめなさい。あんた後悔するからやめなさい、ね。後悔するから やめなさい。後悔するからやめなさい。いや。誰やねん。あ、痛かったよ。ちょっと力入ったやろ。そうです。いや、ほんまに噛んでしもたん。
これ1本目、ごめんやで。これ1本目、これほんま。いやいや、申し訳なかった。すいません、すいません。ちぎれるかと思って。いや、でも。いや、お前やりすぎやって。いやもうびっくりした。すごかった、もうこれこのために来たんですか。このために来たよ。俺もうこれ出えへんって言うて、ほんで今度あの形変えるからで、はい、どんなやつこれやったら出ませんかって、なんだ出ようかって言って、あとが見られたりやるじゃ嫌やんか。じゃああの最後に、はい、今度はですね、はい、素晴らしい企画があるんですよ。志村君と浜田君が、はい、会長もですか。そうです、会長も、会長も参加していただいて、はい、出川チームと上島君チームに一人ずつ入っていただいて戦ってもらおうという、はい、おー、ゲームみたいな。これぞ正月ならでは、浜田と志村大御所2人がリアクション対決。浜ちゃん VS 志村けん新春リアクションクイズ対決。よーい、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 総合司会の梅沢富美男でございます。よーい、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 一度やってみたかったのよ、総合司会を。簡単にルールを説明いたします、はい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 、よく聞いてもらえる、はいはい、まずクイズが出題されます、はいはい、クイズが出題されたらクイズに答えるのは浜ちゃんチームは出な、はい、そして志村くんチームは、はい、上島くん、はい、ああ分かりました。でクイズに正解すると答えられなかったキャプテンの上に何か落ちてくる。浜田と志村大御所2人のリアクション対決、ついに実現。浜田自信ありますか。いや自信も何も何落ちてくるか分からんし、これもうてっちゃんしないってことでしょ。いや浜田さん、どんだけお世話になってきたと思って足は欠かせませんよ。ああそうやね、頑張ります。いや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 、応募しちゃいますよ。こちらはもう師匠どれだけご馳走になってきたか。そうだよ本当にもうどんだけ飲んだ。ここは恩返し、恩返し、恩返し。3人いるからね。そうだね、そうだ、はいはい、やっとお返しができる。そうです、それでは参ります。第1問、まずこちらをご覧ください。ご覧ください。アメリカ合衆国第45代大統領に就任するのはホニャララトランプ。教えんすか、ホニャララを。いや超簡単、番組じゃ。はい、これこの間番組でやったんで僕覚えてるんです。いいですか、はい、ドナルド・トランプ。すいません、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 今問題中だったから、すいません、すいません、本当にいいぞ、あるだろう、いいぞ。参りますよ、続いての問題です。昨年大ブレイクしたメイプル超合金カズレーザーの相方の名前は。え、カズレーザー、カズレーザーの、ほら、あ、分かった、はいはいはい、やったやった、今これ分かりました、はい、安藤夏。やばい安藤夏正解でございます。わぁどうしました。次、お前絡んだことあるような覚えとけよ。はい、かわいそう。なんかもうなんか売れすぎちゃって忘れちゃったんですよ。すみません、本当すみません。本当すみません。続いての問題です。昨年しもしもでおなじみのバブリーネタでブレイクした女性芸人は。誰？これも分かる、まあ、分かるな、これはもう有名です、あ、平野ノラ。うわー、やばい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 、どうしたの、どうしたの、どうしたの、何これ、これどうしたの、どうしたの、どうしたの、来ちゃった、どうしたの、多めに本当にリアルにこれ、どうしたの、どうしたの、すいません、すいません、次絶対答えます。大丈夫大丈夫大丈夫。
いいね、留守屋はいいですか。やべやべやべ、よろしいですか。はい、参りますよ。はい、続いての問題です。この曲をお聴きください。はい、ああ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 。この続きを歌ってください。上島君、ペンパイナップアップペン。正解です。うわマジか。もう今のトーンやばいやつだって。あ、そう。分かってましたか。いや、ちゅうか、いや、遅かったんちゃう、てっちゃん。あー、ごめんなさい、違う、ごめんなさい、このクソ機械も壊れてる。これめっちゃ押したのに。押してもらって、壊れてませんか。いやいや、全然壊れてる。押してみ、押してみ。スタッフ、押してみ、マジで全然。あー、ごめんなさい。全然壊れてる。大丈夫、大丈夫、大丈夫。すみません、すみません、本当ごめんなさい、ごめんなさい。それでは、続いての問題です。この曲をお聞きください。はい、よく聞いてください。この続きを歌ってください。はい。I'm perfect human。あ、やった。なんだよ。たっぷりお願いしますよ。いや、そんな、あの男悪い。こっちから見たも見たものを見したかったよ。綺麗すごい綺麗。奇跡がシャボン玉シャボン玉。暗いね。今の素晴らしい。続いての問題です。映像問題です。この人は誰？見ればわかります。この人は誰？たかし、斉藤さんの相方。ここまではソフトバンクと来たわけないじゃないですか。さあ、お願いします。何なのこれ、何なのこれ、攻め、何これ、すいません、すいませんでした。もうちょっと量が欲しかった。そうですよね。もうちょっと量が欲しかったってよ。もうちょっと欲しいってよ。ちょっとこの泥がなんかうんこみたいな。固まっちゃって左に進んで。ほら、これ今日変わってるし。いや、あのね、来るときは来るって言わないとダメなんですよ。